という歓声も上がっています。今日はどんな氷の彫刻が現れるのか、とても楽しみです。さあ、どうやらなんとなく形が見えてきたけど、何ができそうかわかる？なんだろう。あ、お姉ちゃんわかる？船かな、船かなっておっしゃってます。さあ、こっちのお子さんどうでしょう、何ができそう？あ、じゃあ兄弟で何がいい？魚。あ、魚かなってこちらはおっしゃってます。船かな、魚かな、何ができるかな、楽しみですね。あ、上からもパッタ入りました。すごいです。絵も描かず、目が独特だけで、これだけのね、形をどんどんと仕上げていきます。今日の夜は6時に、コンクールの、彫刻制作が始まります。選手の皆様はこの寒い中、夜通しかけて大きな大きな氷の彫刻を作るわけです。今日はそれを様子を少し皆さんに知っていただこうと、ただいまの時間デモンストレーション、出場選手チーム札幌の高澤さん、行っていただいております。また会場内にはすでにいくつも氷の彫刻があります。こちらは昨夜にかけて、たくさんの選手の皆さんや、この地域にいらっしゃる調理師の皆さんたちが作ってくださった氷の彫刻です。黒門前、そしてこの会場内、いくつか飾ってありますので、そちらもご覧ください。コンクールの選手の皆さんによります氷の彫刻制作は、今日の夜6時から明日の朝6時まで夜通しかけて行われます。魚かなって今声が上がってきてますね。はい、だんだんと形が現れてきました。氷しぶきでしょうか。この東京フェスティバル、本日はたくさんの皆様にお越しいただきまして、会場内の催したくさん楽しんでいただきます。直接氷を触れる催しとしては、滑り台、そして奥手の方で行っているカーリングなどがあります。事故のないよう楽しんでいただきたいと思います。今の時間はこのステージ前で氷の彫刻デモンストレーションを行っています。道具が変わりました。今度は丸い機械が出てきました。これは形を整えるのに使うのかなって、こちらの僕が教えてくれました。さて、先ほどお話に出ましたこの氷の塊ですが、これは20キロぐらいですか、もっと100キロ、そうそう、お相撲さんいきなり何キロですか、130キロ、本当に1本130キロですって。皆さん、こんなに重い、今20キロぐらいとか言ったらとんでもないって怒られちゃいました。お相撲さん1人ぐらい、本当に130キロのこの氷の塊、夜の大会では何個使うんですか？15本、130キロの氷を15本
13チーム来るので、どんだけの氷がこの会場に運ばれてくるのかびっくりですね。あ、うん、氷がこう削られて雪みたいになってますね。さあ、この後どうやら形は魚みたいね。魚、さあ表面を今滑らかにしていますね。そして皆さんにお願いです。ただいまこの氷130キロありますよってお話も出ました、各それぞれのブース、危ないですから、もし万が一倒れてきた時など危ないですので、見学されるときはポールの中に入らないようにご協力をお願いします。でこの後夕方6時からは、今ここで作業をしてくださっているチーム札幌の高澤さんはじめ13チームの皆さんが、この大きな塊、130キロの氷の塊15本を使って、素敵な作品を作ってくださいます。ぜひ夜もね、皆さんお越しいただいて、その様子などご覧いただきたいと思います。さあ今度はまた道具が変わりました。今度は細かな模様など入っていきます。お家にあるドリルと似てる、ただいまの時間はこのステージ前を使いました。